お疲れ様ですまあ最近の言葉だと思いますけども昔ね「修身」っていう,こう学問が日本にあったらしくてねで修身っていうその授業が、まあ、小学生とかね中学生、まあ、いわゆる義務教育の段階で当たり前に行われていて、まあ、非常に日本人の学力とかそれから知恵っていうのがね発達したそうなんですよ。でそれを憂いた GHQ が「修身」をやめさせて。 まあ、例えばねあの三山っていうのがあるんですけどね三山だったかな日本式の算数らしいんですけどもこれはねやっぱりこう10代のうちからしっかりと算数を頭に刻み込んでで物事の計算とか成り立ちとかそれから予測とかっていうのをね、えー、かなり高い精度でクリアしていたらしいんですよ、うん、算術か算術ですね日本のこれだから、まあ、西洋でいう数学らしいんですよ で数学の方がちょっとレベルが低かったということらしいんですけどもねでそのレベルの低い数学を私たちはなぜか中学高校で教わるっていうね羽目になってるんですよね、うん、算術っていうのはねどういうことかっていうとあのもう投資も入ってるんですよでろうそく足の原理なんてのはその算術の中に入っていてでそろばんとかあるじゃないですかあれそろばんもまあそろばんも最初は使うんだけどもあとはあの複数の7桁8桁の,その暗算っていうのも 頭のの中でできるようになるのが三だそうなんですよねそれからねあのなんか食の研究とかも今こうかなり振り返ってやってみるんですけどももともと日本人ってその五穀米って言ってねあの、まあ、米も食べてなかったらしいんですよね。で米っていうのはお寿司を食べるときにあの使われだしたらしくてそっからのブームなんで江戸時代かららしいんですよね。それ以前はまあ五穀米って言ってて言 麦とかねあの、泡とかね、ああいったものを食べてたらしくて、私はね、麦とか泡とかを食べるのは貧しいから食べてたのかと思ったんですけども、そうじゃないらしいんですよ。しかも、1日に、まあ、男性で4合、女性でも3合くらい食べるっていうのはね、ものすごいみんな飯を食らってたらしいですね。いわゆる飯をね、米じゃないんですけども。でおかずは もう本当にこう漬物があったりとか目指しがあったりぐらいであとはお汁があるみたいな感じであ,のあんまり食のバラエティーは豊かじゃなかったんですよ、まあ、そもそもご飯が美味しいからおかずが必要なかったらしいんですよねだから9割ご飯あとの1割にちょびっとおかずみたいなんで十分だと梅干しが1個とかねで今どっちかっていうとお米を食べなくなってきたんで体力もないし成人病にもなるしでお米を食べない代わりにその小麦の製品を まみんなしてよく食べるようになったってことと、あとはまあ量がすごく減ったらしいんですよね。量が減ったっていうのは質の悪いものの量は増えたんだけども、質のいいものの量はすごく減ったって意味なんですよね。だからまああのご国米を今でもね、たまに食べる機会に、えー、まあ預かるんですけども、その調味料いっぱいつけている食事をしている人はものすごくねパサパサしておいしくないっていう。 ふうな味覚らしいんですけども実際私も食べてみるとねあの、まあ、はっきり言って美味しいんですよね私はね五穀米とか、うん、でこれからなかなかね手に入らなくなっちゃったんでやってないんですけどもあのまあ添加物もないですしね保存量も入ってないですしねむちゃくちゃうまいと、うん、でも今外食をすると植物性油にまみれたね 結局よく分かんない油を食べていてそれがあ体力がなかったりとかあと治癒力がすごくね低下したらしいです怪我をしてもなかなか治んないとかねうんだから私たちはどんなものを食べてねしかも食べる順番もすごく重要らしくってで食育ってなんか最近聞かれだしたわけですけどもうん結局その終身っていう中にも食育がちゃんと入っていて小学校の低学年でも食育はクリアするらしいんですよ。 だからね私たちはねもう学ぶべきものを学ばなくなってでどうでもいいことを一生懸命学んで忙しくなっちゃったみたいなことらしいんですよね、うん、だから昔はねあのほとんどの人が農家をやっていたんで食にものすごく詳しくって毎日農家で体を動かすからすごく健康でねでこれ本当にね面白い話なんですけども昔の方が長生きだったらしいんですよ <laughs> 平均寿命は今どんどん伸びてるじゃないですか ででも昔の方が長生きだったんですよこれどういうことやっていうことなんですけども実はねあのなんで昭和の20年代とか30年代から寿命が一気に伸びだしたかっていうと、まあ、2つの要因らしいんですよね。で大まかに言うとあの幼いうちに10歳までの死亡率が圧倒的に減ったからあの平均値は底上げされて今。 80代とかに伸びたらしいんですけども、まあ、80歳以上の人っていうのは昔もいたらしいんですよね、うん、じゃあなんでね早死にする子供たちが多かったかっていうと原因は2つで1つは結核らしいんですよで結核でもうかかってしまうとバタバタと死んでいくと不治の病だったんですよねでこの結核があっちこっちにはびこっていて、えーまあ、せっかくね10人生まれても3人死んだとか5人死んだっていうのが当たり前だったんですよだから うん、2歳とか3歳とか5歳とか10歳で死ぬ人が多かったから平均寿命がぐっと下の方に押し付けられていたんですよねこれが一つでこの結核っていうのはあの抗生物質の出現によってもう根絶されたんですよねだから抗生物質があることによって結核をはじめとするほとんどの疾患は強制的に排除することができるようになったんですよだからあの幼いうちに死ぬことがなくなったとそうすると ある一定のレベルで3割とか4割とか生まれた子供が死ぬっていう前提で子作りをしていた家庭っていうのはもうそれをしなくなったんでだんだんあ1人とか2人生まれてもそれは大、まあほとんどの場合生き残るよねって感じでそこまで出産にエネルギーをかけなくなったんですよね。で不思議と出産にエネルギーかけなくなったんだけどもその子供たちを1人とか2人育てるのもほとんどの親ができなくなったっていうこんな現象もあるわけですよ。まあ、昔はね あの貧乏状態でスマホもなくてインターネットもない情報もないそんな中で農作業しながら子だくさんは全然成立していたんですけども今子供を育てれる能力のある人はほとんどいなくって仕事をしながら子供を育てられなくなっちゃったんですよねでそういうのがあの,中心の方にも入っていいるらしいんですよでそれから長生きが目立ち始めた2つの理由はあの昔はね食中毒でやっぱ亡くなる方が多かったらしいですよ。 あらゆる病気のの中中で圧倒的に多かったのが食中毒、ね。なんで食中毒が起きるのかそしてどうしてこれが食中毒が一気に起きなくなったかっていうとこれ冷蔵庫が普及してほとんどの家庭に今冷蔵庫があるんですよねだから食べ物でおんかお腹を壊すってことがなくなったんですよねでお腹を壊してそこから死んでしまうっていうのが多かったんですけどもそれもなくなったんで、まあ、寿命がまたね底上げされたっていうところがあってうん、なんかこういうふうに紐解いていくとね あのまあ、細かいその医療の発達とかそれから全体的な社会的なケアとかっていうのもあるんですけども実はそれはあんまり関係なくって細かいところでしかなくってね大筋は抗生物質の出現となんか冷蔵庫の普及っていうねこの大きな2つの流れがあって平均寿命が一気に伸びたと昭和20年代とか30年代っていうのは平均年齢が40歳だったわけですよもう私なんてとっくに死んでる年代でもう吉田さんも死んでる年代なんですよねでも今はその 平均年齢ザクッとね2人に1人が40代で死ぬよって時代から今は80歳で2人に1人が死ぬよって時代になったんですよねだから倍になったわけですよ寿命がでその大きな要因が抗生物質の出現と冷蔵庫の普及っていうねまさにテクノロジーがこのほとんどの人の生命を救ったのかなとでも逆に昔は子だくさんもちゃんと育てられたのに今は1人とか2人でももうそのうまく育てられなくなったぐらい 何に忙しいかわかんないけども人は忙しくなっちゃってこの「終身」っていうのをねずっとこの興味を持って学んでいくと、まあ、誇らしく通ったそのね、えー、塾とか大学とかっていうのが一体何だったんだろうなということでね。う 学べば学ぶほど学んだことの、ね、間違いっていうのもね学べるかなっていう、まあ、そんな時間でございました「明日やろうはバカやろでございます。